皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵で一箇所の違うところを20秒以内で探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。かぼちゃの煮物のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はこの皮の部分が変わっていました。かぼちゃの煮物、炊きたてが一番おいしいですよね。2問目です。徳川家康のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はここのシワがなくなっていました。気づきましたか？3問目です。雨降りのイラストです。違うところを一箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解は窓の察しの位置が変わっていましたね。雨降りだと外に出るのが億劫になりますね。早く梅雨が明けるといいですね。4問目です。ナポリタンのイラストです。違うところを一箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解はピーマンが増えていました。5問目です。授業中のイラストです。違うところを一箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解は筆箱の位置が変わっていましたよ。6問目です。家族のイラストです。違うところを一箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解はお母さんの洋服の首元が変わっていました。細かい間違いでしたが見つけられましたか？7問目です。担々麺のイラストです。違うところを一箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解はネギがなくなっていましたよ。間違い探しは一度にたくさんの情報を視界に入れるので空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。8問目です。キリンのシルエットのイラストです。違うところを一箇所探してください。
終了です。答え合わせです。正解はキリンの足が一本消えていました。壮大さを感じるとても素敵なイラストですね。9問目です。乾杯をしているイラストです。違うところを1箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解は右のグラスに入っているワインが増えていました。10問目です。虹のイラストです。違うところを1箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解は左の木が変わっていましたよ。気づきましたか？11問目です。サルカニ合戦のイラストです。違うところを1箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解はおにぎりの海苔が小さくなっていました。12問目です。収穫のイラストです。違うところを1箇所探してください。終了です。答え合わせです。正解は稲の葉が小さくなっていましたよ。13問目です。茶摘みのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はエプロンが短くなっていました。一つ一つ手で摘み取る作業も大変ですよね。14問目です。薬を飲むイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はこのハートが欠けていましたよ。可愛らしいお薬、何かのおまじないのようですね。それでは最後の問題です。ウサギがキャンプをしているイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は右の木が高くなっていました。さて今日は何問正解できましたか？最後におまけ問題です。違うところを1箇所探してください。終了です。答えが分かった方はコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。
概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ぜひ活用してくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。